車好きのパラダイスザモーターウィークリー、藤本恵美里です。今日も30分間車話満載でお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いくださいね。さあ今日もですね、メールをいただいておりますのでご紹介させていただきます。ラジオネーム吉ララさんです。ありがとうございます。エミリさんに質問ですということでいただきました。今初めてミニバンを検討してます。子供が生まれたのがきっかけで考えるようになりましたが、おすすめなんでしょうかというメッセージ。すごくミニバンって今乗ってる方多いんだろうななんていうふうに思ったりもするんですが、すみません、私結婚もまだでして、もちろん子供もいなくて、なのでどういうミニバンがいいのかその視点からは正直全然わからないんですけど、ただミニバンで言うと、そういえばね、そう、新しいステップワゴンがちょうど発表されたばっかりですよね。でこのステップワゴンはリアゲートがすごく特徴的で、なんかツーウェイのスタイルなんですって。もちろんこうリアゲートが下から上にもこうやって開くし、なんて言ったらいいんでしょうかね、扉がついたような形で普通に扉みたいにも開くんですよね。ちょっとまたこれも新しいななんていうふうに思いました。でもちろんそのミニバンもすごく幅広いと思うんですけど、まあいろんなね余裕があったらやっぱアルファードとかもいいんじゃないですかね。いやもうこれはすごいその懐のね問題も多々あるとは思いますけど、もうまるでこう雲の上にいるかのような、雲の上にも行ったことないですけど、もう全てがなんていうのかな、未体験だったんです。私にとっては鉱石のシートのねゴージャス感はね、一生に一度は体験してもいいんじゃないかななんていうふうに思いました。吉田さんありがとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしてます。メールアドレスは tm@fmyokohama.co.jp、 ザモーターの頭文字 tm@fmyokohama.co.jp です。愛車自慢や好きなドライブスポット、こんな車を特集してほしい、ぜひね具体的な車種も書いて送ってくださいね。採用された方には番組オリジナルステッカープレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしてます。The Motor Weekly FM 横浜 The Motor Weekly、 藤本恵美里がお送りしています。さてここからの時間は、連休はスーパー GT 富士スピードウェイにレースを見に行こうです。今年の The Motor Weekly はサーキットでのレース観戦をおすすめ中です。来週5月3日には富士スピードウェイでスーパー GT 第2戦が開催されます。ぜひ生で楽しんでみませんか。ということで今回もですね、スーパー GT の見どころをモータースポーツ専門誌オートスポーツの中野副編集長に伺ってきました。中野さん、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先週ですね、ドライバーについて伺ったんですけど、スーパー GT は2人で走るんですよね。はい、必ず1台の車を、2人でシェアして走らせるというのがスーパー GT の特徴です。で決勝レース中にはピットインをして、そのドライバーが乗り換わるというシーンも見られます。で2人で戦うところの部分の難しさとして、1つの車をシェアするわけで車のセッティングを合わせなきゃいけないという部分があります。ドライバーそれぞれにセッティングの好みの差というのはあると思うんですけれども、それをすり合わせたりだとか、時にはちょっと妥協したりだとかして一つのマシンで戦っていくというところにも面白さとか難しさがあるように思います。前回 F1 ドライバーでもスーパー GT は難しいんだよって言ったところもその辺にあるんですかね。はい、そうですね、必ず F1 は一人で戦うんですけれども、 GT の場合は2人で戦うので、そこにうまく適合できるかというところも問われると思います。あとスーパー GT バトルが多いっていう風に聞くんですけど、これは何でなんですか。そこはもう本当にいろんな要素があるんですけれども、まあ、一つ大前提としてあるのが、最初に申し上げたように速さの違う GT500 と GT300 という2つのクラスの車が混走している状態なんですね。で速い GT500 の車は遅い300の車を常に抜きながら、同じ GT500 クラス同士のバトルをしなきゃいけない、で300クラスも常に抜かれながら自分たちのバトルをしなきゃいけないということで、まあ、接触しそうになるシーンも多いですし、その本当にぐちゃぐちゃになりながら走っていくっていうところで、本当に不確定要素が多いっていうところもあると思います。でもう一つ大きな部分としてタイヤの部分があります。でスーパー GT には今4つのタイヤメーカーが参戦してるんですけれども、例えばそれぞれに開発の方向性が異なって、特性が異なっていたりだとか、そのメーカーの中でももう本当にいろんな
性格の特性のタイヤというのがあって、例えばその時の温度に、マッチしたタイヤを履いていないともう秒単位で遅くなってしまうとか、そういった部分も開発競争があるという部分で、そういった部分もいろんな読めない部分、不確定要素が多い、読めないレースになるというところを演出していると思います。はい、本当に何が起こるかわからないのかなと。はい、まさにその通りなんですね。で、特に今度の富士のレースというのはレース距離が通常の300キロよりも長い500キロの長丁場になっていて、特に終盤は夕方になって気温が下がってきたりするので、例えばそこで大きなペースの変動が起きたりとか順位の変動が起きるということもしばしばあるので、最後まで面白いレースになるんじゃないかなというふうに思います。はい、お話を伺ってきてスーパー GT すごく楽しみになりました。中野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こうやって中野さんにお話を、伺ってきましたけど、やっぱりスーパー GT ってこう日本オリジナルのレースなんだなっていうことも感じましたし、あと今日のお話にもありましたけど、バトルが多い、何が起こるか読めない、目が離せないっていうことで、もうこれは本当にね、サーキットで楽しみたいなっていうふうに思います。5月3日いよいよです。来週に迫りました、富士スピードウェイで開催されるスーパー GT 第2戦、お得な前売りチケット現在発売中です。富士スピードウェイオンラインチケット、コンビニ各プレイガイドをチェックしてみてください。サーキットで見るレースは大迫力。今年の連休は富士スピードウェイのスーパー GT でみんなで盛り上がりましょう。 The Motor Weekly。 どうもセンスのいい男です。古池や河津飛び込む水の音、葛飾北斎ってセンスに満ち溢れてますよね。ああ失礼、これは松尾さんの俳句だそうです。センスがない人にも安全のセンスを、さまざまな事故に備えるトヨタセーフティセンス、詳しくはウェブへ。9つのスピーカーがあなたを包み込む新発想の音響システムを採用したホンダ独自のサウンドマッピングシステムで劇的に楽しい毎日を。New Next 日本乗り物、ストリートスモール、ホンダ NBOX/デビュー。どうも山田家のカーナビストラーダです。今日のドライブは初めての場所のようですね。でもご安心を、私が道路標識の情報を絵と音で早めにお伝えするので、知らない道でも快適に運転できますよ。お父さん、家族目線のストラーダビューナビでした。 Panasonic。藤本エミリがお送りしているザ・モーターウィークリー。さてここからの時間はこの方とお届けしていきたいと思います。お久しぶりの登場になります。イタリア在住コラムニストの大谷昭夫さんです。大谷さん、よろしくお願いします。はい、チャオ。あ、チャオ。そうだ、イタリアの挨拶大事ですね。そうですね。ねえ、はい、前回はなんか明けましておめでとうございますみたいなのも教えてくれましたけど、チャオ覚えやすくていいですね。そうですね、このチャオって、結構お店に入るときに、一般の商店に入るときに一言言うだけで、やっぱり店員さんの、印象っていうのとてももうガラッと変わっちゃうんです、ね、あ、そうなんですか。だから絶対これチャオ言って入った方がいいですね。あ、そうなんだ。あ、挨拶した方がやっぱり全然違うんですね。なんか日本ってお店に入るときに特にコンビニとかなんか言わないですね。なんかピーパーピーパーピーパーンとか言ってそれ聞いて、で買い物して出てくまで無言で済んじゃうけども、はいはい、やっぱりイタリアも含めてヨーロッパってやっぱり挨拶って重要なんですよ。そっか、言われてみると日本でそうすることないけど、海外に行くとよくなんか皆さんしてるなって思いますもんね。で出る時もまたチャオでいいんですよ、イタリアの場合。そうなんですね。じゃあ入る時も出る時もチャオ、はい、チャオ、結構いつでもチャオチャオって言ってれば、もうこれだけで印象アップです。おお、ありがとうございます。早速どういたしまして、ね、ちょっとゴールデンウィークにイタリアとかヨーロッパとか海外とか行こうかななんて思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そんな挨拶の話もねすごくプラスになったんじゃないかと思いますが、大谷さんにはそんなねこう面白い話をいつも聞かせていただいてるんですけど、今日はですねちょっとイタリア、ヨーロッパでもいいんですけど、はい、やっちゃいけないことっていうのを教えていただきたいなと思ってます。
そうですね、あのヨーロッパで運転、特に日本と違って右側の大陸で、右側通行の大陸で運転するとなると、うん、結構ビビっちゃう人多いと思います、ね、それ私ビビるな。でも聞いてる前からビビりますもんね。でもね、あのヨーロッパで20年間運転してきた経験からしますと、はい、今日お話しするたった3つのことだけ頭に入れておいて、かつ日本と同じ安全運転とそれから慎重さを守っていれば大抵は大丈夫なんです。あ、3つでいいんですか？はい。あ、なんかすごい講座みたいですね。なんとか講座みたいだけど、その3つを守れば大丈夫。そうなんです。じゃーらなっちゃっちゃちゃーらなななな、 BGM までついてきちゃった ね、でもぜひじゃあそれを教えてください、はい、まず最初に言いますと、その1は、はい、ロータリーの中では止まるべからず。そしてその2は、はい、右側から来る車を遮るべからず、うん、はい、そして最後その3は車線の序列を守るべしという、はい、この3つなんですね、はいはい、その1なんですが、このロータリーの中では止まるべからず、これヨーロッパにはロータリー式の交差点っていうのがとっても多いんですね、はい、でその中では原則として止まってはいけないんです、うん、これ止まると後ろから追突される元ですね。あ、はい、ロータリーの出口に掲げられている行き先の標識見落としたら、うん、これもう一回回ればいいんです。あ、止まらないでね、はいはい、もう中に入ってる車一回入っちゃえばこれ優先ですし、はい、そもそも何度回ってもロータリーただって思えばもうこれ気が楽ですよね、はい、そうですね、確かにお金かかんないですもんね、はい、でも気をつけなくちゃいけないのは、はい、中に一時停止の標識がある変速ロータリーが時々あるんですよ。だ、何ですかそのロータリー、一時停止の標識がロータリーの中にあるんですか？そうなんです。そういう時はどうしたらいいんですか？それはあのきちんと止まらないと事故のもとですけどもね、はい、ただそれがね、イタリアなんかだと何年か経つと、はい、その一時停止の標識がなんかいきなりなくなってたりとか、ね、なんか何年か経つとルールが変わってるって時はまたこれ困るんですけどねそれもまた面白いですよね。でもロータリーの中では、まあ、絶対にね、まずはその、まあ、標識がなければ止まっちゃいけない。止まっちゃいけません。わかりました、はいはい、でその2なんですけども、うん、右側から来る車を遮るべからず、うん、これこれあの高速道路のインターチェンジなどの合流ではもちろん日本と同じように本線側が優先なんです、はい、だから合流する車ってのは譲らなくちゃいけませんね、うんうん、で一方で2本の道が合流するところで特に優先順位が標識で示されてない場合は、はい、右側からやってくる車が優先になるんですね。へー、あ、これ決まってるんですか？そうなんです。ですからこれ守らないと、うん、結構貧縮者だし、まあ、そもそも危険ですね。そうですよね、知らないと怖いですよね。でもなんか知ってるとね、そうするとなんかお互いスッスッと譲り合って、うん、意外に交通が円滑に行きますから、はい、ですからこれうまい決まりだと思いますよね。なるほどな、そうですよね。そこで止まってどうする、どっちが行くみたいに。そうそう、あうんの呼吸そうですよね。あれ結構確かに大変ですもんね。譲り合いすぎて危険な時もありますよね。そうそう、ですから、うん、あのヨーロッパ大陸では右側から来る車が優先です。はい、はい、じゃあ3つ目の最後お願いします、はい、でその3なんですけども、車線の序列を守るべし。はい、これですね、あのヨーロッパ大陸の右側通行で、うん、高速道路のレーンはあの思い浮かべていただきたいんですけども、一番右が、最も遅い車線になるんです、うん、はいはい、で一方で左に行くに従って追い越しや速い車用の車線となるわけですね、うん、日本と反対ですね。そうですそうです、はい、一方あの一番速い車線をゆっくり走る車は、ヨーロッパでは皆無といって、これいいんです。実は皆無ですか？で同時にあの例えば一番遅い走行車線を早く走って追い抜きやそれから追い越しするっていうのは、これ国と場合によっては違反行為としてかなり厳しく取り締まられるんですね。で一般道では交通ルールに対してルーズなイタリア人ドライバーでさえこの高速ではこの辺りかなり守ってるんですね、ちゃんと。もうじゃあ徹底してここは皆さん守ってるんですね。はい、で背景にはこの制限速度が高いですから、例えばイタリアですと時速130キロなんですね。であのこうしたところでその車の速度差が激しいことが実はあるんです。例えばその制限速度の上限を楽々出せる、速い車、はい、例えば、高級なスポーツカーとかですね、
そういうのがいる。その一方でそうでない車、例えばトラックとか、あと古いモデルね、はい、それからレジャー用のキャンピングカーとか、あー、なんか走ってそうだな、そういうのはたくさん、そういうの引っ張ってる車はい、はい、でそういう車遅いですから、要するに速い車と遅い車の差ってすごい激しいわけです、ね、はい、そうしたことからそのどの車線を、うん、走ればいいかっていうの、結構きちんと守られてる。これは本当に海外ではちゃんと守らなきゃ、もちろん日本もですけど。そうですね、なんか遅い車で速い車線走ってると、もう本当になんかパッシングの嵐をバババババって浴びさせられますからねすごそうあ、じゃあここもねしっかり守って、はい、大事な本当にルールですね。ぜひ守ってください。ありがとうございます。いや、大谷さん、そして最後に私もう一つ大谷さんに伺いたいことがあったんですけど、はい、何でしょう。なんか街の真ん中に車で入っちゃいけないみたいな、そういうのもあるって聞いたんですけど。そうなんですね。最近もうほとんどの国々で見られるんですけども、はい、中世とかルネッサンスの、そのままの街並みを残した旧市街っていうのは、大抵もう車進入禁止になってるんですね、はい、でそういったところには住民やそれから商品の搬入以外入れないようになってるんです、でどうやってコントロールしてるかっていうと、はいはい、うん、例えばイタリアの街では地元の車だけに日本でいうところの、ETC を装着させてるんです。そうなんだ、はい、で街の入り口にセンサーがついてて、で ETC 持ってない車が通過するとバッチリナンバーをですね自動的に撮影されちゃって、はい、でたとえ借りた車でも、レンタカー会社経由で違反切符がこれ送られてくるんですよ。いやー、そうなんですか。それってどうなんですか。日本の ETC レーンみたいにこうあるんですか。ゲートがこうついてて、ゲートがですね、はい、景観維持のためにゲートがないんですよ。でちっちゃい標識だけそれはわからないですよね。なんか落とし穴みたいですけどもね確かに。でも引っかからないようにしてください。はい、いや今日も大谷さんに本当にねいろんなお話を伺いました。やっちゃいけないことでしたけど、でもなんか怖いことばっかりお話しましたけども、なんかこの季節ヨーロッパの国々に行きますとね、もう本当にいろんな国々のナンバーがもう大量のバカンス用品を車の後ろに乗っけて、それで海とか山に向かってるんですよね。本当になんか彼らと一緒に走るだけでホリデー気分っていうのはおのずと盛り上がってきますから。いいですね。ぜひぜひトライしてみてください、はい、この時間はイタリア在住コラムニスト大谷昭雄さん来ていただきました。ありがとうございました。チャオエミリー。チャオ。 The Motor Weekly。 9つのスピーカーがあなたを包み込む新発想の音響システムを採用したホンダ独自のサウンドマッピングシステムで劇的に楽しい毎日を。 New Next 日本乗り物ストリートスモールホンダ Nbox スラッシュデビュー。どうも、佐藤家のカーナビストラーダです。何やら奥さんが録画したドラマを見る時間がないなんて嘆いてますが、ご主人言ってあげてくださいよ。このナビブルーレイプレイヤー搭載でリアモニターをつければ後部座席でもドラマを楽しめるよって。家族目線のストラーダビューナビでした。 Panasonic。 どうもセンスのいい男です。この屏風国宝なんです。色彩のセンスがまるで違いますね。国宝はその隣です。そうですよね、これですよね。横とは比較にならない。それじゃなくてこっちです。もちろんこっちです。センスがない人にも安全のセンスを、さまざまな事故に備えるトヨタセーフティセンス。詳しくはウェブへ。藤本エミリのウィークエンドチェッカー、今回はこんなお得な情報を見つけてきました。川崎横浜で BMW 正規ディーラーを展開しているニコル BMW は通算7度目となる全国 BMW 最優秀ディーラー賞を獲得しました。それを記念して5月末までキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に BMW 新車モデルを制約登録完了すると抽選で7万円分のアクセサリークーポンがプレゼント。また BMW 6シリーズと7シリーズ限定で横浜港のヘリコプタークルーズまたは横浜ロイヤルパークホテルでのディナー券がもれなく申請されます。どちらもゴージャスですね。今回の受賞で優秀ディーラー賞も含めると
20年連続 BMW ディーラーアワードで表彰されたニコル BMW のショールームで最上級のおもてなしを体験してみてはいかがでしょうか。詳しくはニコル BMW のホームページをチェックしてみてください。藤本エミリのザモーターウィークリー。さてここからは松田デミオのミニコーナー、車に詳しくない女性でもわかる人馬一体をお送りします。松田デミオに私が乗って感じた気持ちのいいポイントを紹介していきます。車に詳しくない女性でも松田が提唱する人と車の気持ちいい関係、人馬一体が理解できる、そんなコーナーです。一緒に出かけてくださったのは松田デミオの開発担当者の竹内智子さん。今回は第7回目になります。デミオのハンドリングの良さについて伺いました。さて今日はデミオで今ですねワインディングを走ってきました、はい。藤本さん、ワインディング走られてきましたけども、はい、カーブを曲がられる時の感覚っていかがでしたか。いやもう本当に楽しかった。まず一言楽しかったんですけどなんだろう、すごくこう思い通りに行くなっていうのと、あとですね感じたのがあのハンドルをこう切った時にこう程よい重さがあるっていうんですか、はい、すごい軽いハンドルだと私逆に怖いなって思っちゃうんですね、でもそうじゃなくってちゃんとした、思いわけじゃないんですけど、すごくいい感じの手応えがあるっていうんですかね、なんかそんなことを感じました。あ、よかった。とってもスムーズにコーナリングされてましたよね。あ、本当ですか、いやすごい嬉しいあのちょっと想像していただきたいんですけども、あの襖とか扉のこう引き戸を開けるようなシーンを想像していただきたいんですけど、そこで軽くってパッて開いてしまったらとっても開けにくいですよね。確かに、なんかピシャーンとかなっちゃってね、あ、やっちゃったみたいになっちゃうんですよね、そこで最初にこうしっかりと手応えを感じてゆっくり開けていく方が開けやすいですよね、それと一緒でデミオのハンドリングっていうのは最初に適度な手応え、重さを持たせてるんですよ。でそこでしっかりとこの車を今から曲げるんだ、動かすんだっていう感覚をつかんでいただいて、そこからその手応えと車が動き始めるとスッと綺麗に動かす、そんなセッティングにしてるんです。へー、すごい。いや今本当にあの竹内さんのお話の通り、私ハンドルまさにそういう感じを感じたんですけど、そして竹内さんがそうやって例えてくださる言い方が本当に毎回分かりやすいですありがとうございます。なるほどなって思いました。そうなんです。あのやっぱりこうハンドルで最初にこう車を動かして目で車の動きを見て、自分が動かしてるんだっていう感覚を持っていただいて車を動かすことによって、ハンドルを切りすぎたりとか戻したりっていうその修正操作を少なくしてるんですね。そうすることによってドライバーの方は運転しやすいですし、一緒に乗ってらっしゃる同乗者の方も非常にこう心地よく乗っていただくことができるんですよ。よかった。竹内さん今心地よく乗っていただけました。はい、とっても快適でした。よかったです。運転してる私はもう本当にデミオとの一体感を感じてました。はい、はい、私もとっても快適でした。よかった、皆さんもねぜひ味わっていただきたいですね。そうですね、はい、ということであのハンドルにね適度な手応えがあってすごく運転しやすいなっていうふうに思いました。あのハンドルってこうすごくなんて言うんだろうな、あの何回も何回も切るときにこう直しちゃったりするとなんか不安をねいろんな人に与えちゃいますよね。乗ってる人にもね、本人も不安になっちゃいますけど、そこら辺をですねぜひあのデミオで味わっていただけたらと思います。私もすごく楽しかったです。車に詳しくない女性でもわかる人馬一体、次回は松田デミオのブレーキの安心感についてお送りします。お楽しみに。藤本エミリがお届けしてきましたザモーターウィークリー。今日は大谷明夫さん来ていただきましたけれども、ヨーロッパに行ってイタリアに行ったらですねいろいろこう気をつけなきゃいけないことあるんだなって思いました。であの大谷さんから実はもう一つ教えてもらったのがあのガソリンスタンド、これ日本だとね結構いつでもやってたりとか24時間も多いです。